正月を締めくくる行事のどんど焼きが川崎市で3年ぶりに行われました。松飾りなどを竹と一緒に焼いています。竹がパチパチと破裂する音が聞こえます。どんど焼きは正月飾りや古いお札を焼くことで1年間の健康などを祈る正月を締めくくる行事です。川崎市麻生区の早野地区では新型コロナの感染拡大で中止となっていましたが3年ぶりに復活し10メートルの高さを超える炎が上がりました。どう？うまい。本当にうまいですわ。おいしいね。いい一年になりそう。はい。どんど焼きの火で焼いた団子を食べると1年間の無病息災が叶うとされ集まった人たちは3年ぶりの味を楽しんでいました。